殲滅作戦、ナイトチャンピオンに行きます。ナイトちゃん？ソーンズを入れています。ただ、ソーンズだけだと終盤が難しいので、スルトやラプルマがいるなら、それも入れた方が楽です。ふむ。さてここは、イベント、ニアーライトのギミックで、明るくなっているところにしか、キャラを置けません。フィールドはこんなに広いのに。キャラを置くと、その前方2マスまで明るくなります。キャラを置いて、明かりを繋いでいく感じだね。そんな感じです。さて、序盤の敵はソーンズで倒しながら、コストが増えたら、配置を進めていきます。頑張れ、フェンクーリエ。次は、ハイビス、ラバ、グムの順に配置。なんで順番指定なの？右上から狙撃兵が出てくるので、それにハイビスが撃たれ続けないようにしています。ふむ。グムは上向きで、上を明るくします。重装でも向きが重要。ここで2人分のコストを貯めて、カーディを左向きに配置。左が明るくなったら、ギターノを右向きに配置して、カーディを下げます。ただの明かり広げがかりだった。そして同じ場所に、スポットを下向きに配置します。謎の置き直し。スポットを先に置くと、ギターノが狙撃兵に撃たれてしまうので、面倒だけどこれが安定です。ふむふむ。次は左へ進出します。左から出る敵をひとまず止めれるようにしたら、まずはフェンとソーンズを下げます。せっかく着火したソーンズがいなくなっちゃった。明かりを広げていかないといけないので、手順はやや面倒ですが、仕方ないです。再配置可能になったフェンを下向きに配置、ミルラとソーンズを上向きに配置します。左の方にお引っ越し。クーリエも下げて、左に配置し直したら、撃破200くらいまでは、この配置で行きます。やっと配置ができたか。忘れずにネオンも使っておきます。今さら明るくしてどうするの？右上から狙撃兵が出るのは言ったところですが、その狙撃兵は暗闇だと、術攻撃になっちゃいますので、このマスを明るくして、術攻撃されないようにしています。ふむふむ。なんか、結構前進守備だね。青ゲートは右にしかないのに、配置が2箇所に分かれてる。右下の方で止めると、終盤の敵を捌ききれなかったですね。上なら大丈夫なの？上から出た敵が、しばらくそこで止まるので、その間に攻撃できて、やりやすくなります。ほうほう。デメリットは、バリア狙撃を長く抜かれてしまうことですかね。でも、抜かれはしないので大丈夫です。あ、ソーンズが暇そう。だったけど動き出した。敵が来ないと、スキル発動もできないですしね。撃破200になったら、先方の2人を一旦下げて、マトイマルとカーディを配置しておきます。左上から、狙撃兵がいろいろ出てきますので、それに貨車が倒されないように、カーディで狙撃を受けます。ふむふむ。ここで、上にイケニエ君が出てきますが、止まっている間に攻撃するために、配置を前に詰めています。放ってると強くなっちゃうしね。そして左上からは、侵食狙撃が出てきます。出たのクソ敵。これを放置すると面倒なので、ソーンズと貨車で倒します。楽勝だ。ところがバリア狙撃が出てきて、侵食狙撃を倒されないように守ってきやがります。むむむ。全員まとめて攻撃だ。幽竜チェンとかね。バリア狙撃が通り抜けたら、ガシャのスキル。スタンで疑似足止めして、ソーンズで倒します。次のバリアが来てるけど。それにはさっさと通り抜けてもらって、次の侵食狙撃を倒します。都合が良すぎる。で、実は上の真ん中から、術師が出てきています。この術師は、スキルで範囲攻撃をしてきますが、それを一発食らった頃に、ラバとスポットのスキルを使います。以降同じです。ギターノのスキルは使わないの？使ってもいいですが、リキャストが間に合わない場面があるので、使わないように統一しています。ふむふむ。侵食狙撃を倒したら、マトイマルとカーディを下げて、また先方2人を戻しておきます。もうコストはあるのに？撃破300からは、バックアタック騎士が出てきますので、ミルラの背後を明るくしておくのが重要です。そっか。ここから撃破350までは、この配置のままです。上にはバックアタック騎士やイケニエ君が出てきますが、いちいち止まってくれるので、特に問題はありません。そのための前進守備、もはやタワーオフェンス。それ10年前から言われてるから。術師がスキルを使ってきたら、こちらもラバとスポットのスキルを使いましょう。それはさっきと一緒だね。左上に出てるバックアタック騎士、これを倒したら、もう背後を照らす必要がなくなります。つまり、フェンを下げても大丈夫。またマトイマルとカーディを配置して、撃破350、ここからが本番です。殲滅作戦始まった。まずは左からナギマタが登場。ガシャが攻撃し始めたら、ガシャのスキルを使います。このナギマタは、こちらの攻撃力が一番高いキャラの攻撃力を半減するとかいう、ふざけた能力を使ってきます。ソーンズの攻撃力が下がってるね。ガシャのスタンで止まったらラッキーなんですけど、止まらなかった。マトイマルやカーディのスキルで回復して、ミルラもスキルを使います。
ここは若干アドリブが必要ですが、なぎなた持ちを前に行かせて、ソーンズや貨車が攻撃してくれるようにしています。あ、ボスも出てきた。ボスは遠距離攻撃で、こちらをスタンさせてきます。カーリがスタンしたよ。もし敵が抜けそうなら、先方で止めてください。撃破361あたり、上の敵が多いので、ラバとギターノのスキルを使って倒します。先方を配置して、侵食狙撃の攻撃を受けておきます。ボスが歩き出した。ボスが階段に入ったら、貨車を下げておきます。なんで？まだ左上から敵が出るんですけど、貨車が撃たれて回復を吸われてしまうので、そのリスクを下げています。ふむむ。ボスが下の通路に出てきて、右下の階段に入ったら、いよいよ決戦です。ドキドキ。ボスが階段に入ったら、フェンを下げておいて。下げる前に倒された。まあ間に合ったので OK。ボスが左から出てきて、ソーンズがスタンするのを待ちます。出た。ソーンズがスタンしてから、カービィを右向きに配置。ボスをカービィがブロックしてから、まとい丸も配置します。これで、HP の高い2人でボスを挟んで、ソーンズで横から攻撃する体勢ができました。上の敵にギターノが攻撃されてる。ミルラのスキルをまた使って、上も下も両方回復します。で、ギターノが術師の範囲攻撃を食らいますが、スポットにも当たるので、スポットとハイビスのスキルをあらかじめ使っておきます。使わなかったら？敵の攻撃タイミングによっては、スポットが倒されることがあります。ギターノが倒されちゃった。あとはラバの範囲攻撃で、スポットがブロックしている敵も倒します。もうボスの第一形態を倒せてる。さすがソーンズ。ブラッディブレードがたくさん出てきますが、これは青ゲートに入っても耐久値が減りません。流せるやつは流す。ボスに触れると、ボスの HP を回復してきますが、この位置なら来ないので大丈夫です。あ、スポットが倒された。ブラッディブレード強すぎですからね。ボスが復活？残りはこのボスだけです。カーディやマトイマルのスキルを適宜使って、倒される前に倒しましょう。で、このステージはどんな感じだった？このボス自体が結構強いので、それをいかに倒すかが一番の難問ですかね。あと侵食狙撃。ナイスクリア。あれ？実はブラッディブレードが通り抜けるのを待たないと終わらないっていう。なんてこったい。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。